分花尾芳郎の音楽魂。はい、こんにちは、金田一郎です。青を忘れました。何の話かよくわからないんですけどもですね、今日もね、一週間ご無沙汰しておりますが、楽しくやっていきましょう。今日は金玉ということでですね、おなじみ高橋誠さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あ、今日可愛い T シャツじゃないですか、こう猫ちゃんのね。猫がフライング V 弾いてるんですけど、はい、フライング V じゃないか。じゃあですね。松下としみさん、こんにちは。よろしくお願いいたします。先週はね、小田原でしたかね。そうでしたね。うん、小田原行きまして3人でね、はい、音楽魂、パンチョマンの、うん、贈り物というね、企画がありましたけども、素敵な場所もそうです。カボスっていう ね、ライブハウス。いいお店でしたね。ね、素敵な、うん、なんか、でもこう、それぞれの方々がなんかこう、なんていうかな、温かいっていうか ね、うん、ね、そういうね、パンチョマンも そうでしたけどもね、うんうん、素晴らしい人たちと、あと、愛ちゃんね。そう。竹内愛さん、ね、素晴らしいパフォーマンス、はい、で和佐田さんベースしてね、はいはい、爆風スランプのね、素敵でしたけどもね、皆さんと、楽しい時間を過ごさせていただきました。ということでね、今日は金玉、ファックスからいきますか。ん、うん、松下さんから、ファックス、うん、じゃあ、はい、ミキさんからいただきました。お、博多のミキさん、はい、皆さん、ね、こんにちは、はい、夕方から雨が降るとは思えないすっきりした晴れの博多です。あ、博多はね、あ、天気いい、ね、この間の小田原のライブはどうでしたか。うんうんうん、きっと気合の入った素晴らしいステージだったんでしょうね。はい、先週はようやくサラズバンクのお二人の歌声を聞くことができて嬉しい時間でしたね。はい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 、うん、サラズバンクね。そう、それに金尾さんととしみさんの、うん、息は合ってるのに解釈がずれてる会話も尊女そこらのお笑い芸人のネタよりも面白くて笑い転げてしまいました。ねえ、なんかね、そんなことありましたっけ。うん、もう昨日のことすら忘れてますから ね、 ネタよりも面白いんだって。お二人の様子を冷静に見ている誠さんも合わせて、やっぱりこの3人ならではの楽しい放送が最高なんだなって思いました。せ、今週もその最高のやり取りを楽しむことにしますね。はい、はい、博多のミキさん、ありがとうございます。リクエストをいただいてます、うん、金尾さん、ロングディスタンス、おお、いいね、あなたからの贈り物、ロングディスタンス、ね、はい、誠さん、はい、夢のかけら、バーストン、石田君だね。あ、夢のかけらって石田さんのあれ、ね、あ、そうかそうか、あとバーストンね、バーストン、そしみさん、あいさんさん、チャルメラソワヤだけど、いつものごとく何でも OK です。何でも、じゃあ、PS、僕じゃあれわかる。 PS、 先週の金曜日、カノンさんのおかげで知り合えたロングディスタンス、はい、元のバンドメンバーの梅さんのカレー屋さんに行けました。あ、はい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 、カレーさんやってるんだ。ちょっと、なんだかもうカナオロスが起きてます。また帰ってきてくださいね、カナオロス。そういうカナオロス、ね、カナオロスすごいね、うん、そうそう、今度カラスと山部さんが東京で対バンするらしいですよ。あ、本当、あ、いいね、うん、ミキさん、ありがとうございます。ミキさん、どうもありがとう。ということでね、小田原、先ほど話しましたけどもね、うん、楽しい、ライブをやらせていただきました。早速ですけどもね、24日、今月の11月24日はね、パンチョマンをちょっと、ね、ご招待してね、ここにね、うん、やろうと思います。歌もうまいしね、すごくいい雰囲気持ってますね、うん、やっぱりね、さすが。優しい、ね、うん、優しい。で、なんかね、やっぱご縁があったのね、須賀川の、うん、アッキーっていうドラマーがいて、ね、うん、彼の後輩だったのね、うん、昔は、うん、おそらく静岡に住んでたんだね、うん、静岡じゃない、小田原、ね、小田原に住んでたんだね、うん、でそこのミキサーは先輩なんでしょ、うん、だから高校の人たちが集まってるみたいなライブハウスだったですね、うん、誰が誰が、あそこのオーナーの鈴木さんは先輩なんでしょ、ね、きっと、あ、そういうことなんだ。じゃあなんかみんなどっかでつながってたかもしれないよね。
そういうのはなかなかこうないから嬉しいっていうかね、うん、初めてお会いしてもね、なんかだって神戸から来てたんだよね、うん、神戸からお客さんもねいらしたりね、ガコさん、すごいガコさん、ね、ガコさん、うん、素晴らしいと思うけどね、うん、でもああいう企画がもっとこうなんていうかな、そうそう、こう広がっていくとね、いいかなと思って、僕もちょっとねちゃんとこうどういう感じか伺ってなくてね、うん、お邪魔しちゃったんだけども、やっぱ素晴らしい、方たちとまた出会いましてです ね、はい、向こうで FM やってる方とかもね、うん、いろいろいらしたしですね、じゃあミキさんのリクエストにお答えしましょうか、ロングディスタンス行こうか、これパカシンやってよ、ヒデちゃん来ないよね、最近来ないね、来ない、いきなり来ない、いきなり来ないで、いきなりパカシンはすごいですね、ロングディスタンス行きますか、はい、間違えたね、 G だよ、 G だよ、 G から D だよ、 D なの、うん、最初は D なの、だいたい D が多いじゃん、Here
ということで博多のミキさんのリクエストにお答えしました、はい、ロングディスタンスをお届けしました、ということですよね、もう一方、はい、今日、うん、メールですか、花尾さん、誠さん、としみさん、ディレクターの山田さん、はい、撮影のキキさん、はい、こんにちは、はい、こんにちは。今年も残り2ヶ月を切りました。2ヶ月ですね、早いね、あっという間の1年、なんとか今年は事故もなく年が過ごせそうです、うん、今のところはいはい、はい、もうすぐですね、カナオさんのハッピーバースデーライブ楽しみにしています。 ありがとうございます。無事ライブハウスにたどり着ければ良いのですが、都内は右も左も分からず今から心配です。皆さんに会えるのを心待ちに体調を整えておきますね、はい、今日も楽しいトーク、元気になる歌声をお願いいたします、はい、リクエストはお任せいたします、はい、よろしくお願いしま す。音楽魂大好き清水佳代子さん、清水佳代子さんね、ありがとうございます。いつもね、本当にね、励みになります、ね、場所はね、私後でメールしますね、うん、詳しくね、はい、迷わないで、汐留ブルームードっていうことで、うん、歩いて1分ぐらいですか、これはですね、汐留、ね、築地の駅からね、築地市場、築地市場駅ですね、これは11月20日ということで、まあ、私誕生日ということになりましょう、なりましょうじゃなりましょうなりましょうっていうの、汐留ブルームードというところですね、これは、時間は何時からでしょうかね、7時からです。7時からですね、6時半会場、7時スタートということで、うん、はい、金城高橋誠、はい、それでベース浅田健史ということね、うん、浅田君は布袋寅泰君とも一緒にやってたんだね、うん、本当に、僕ロンドンで会いましたよね、前行った時にね、で、まあ、ARB とかもやってましたけどもね、ごぼう鈴木さんドラムということでね、はいはい、素晴らしい方たちがいます。でゲスト、菊田俊介さん、はい、今日から菊田さんは郡山ですね。郡山 MG。昨日、ブルーノートじゃないやモーションブルー横浜。ありがとうございました、皆さん、ね。もう大盛況で終わりました。ね、素晴らしいブルースカンパニー。うん、ね、はい。菊田俊介率いるところのブルースカンパニー。大盛況。おめでとうございます。それとですね、20日のこのゲストは、リエリー金平さんというね、うん、ブルースピアノの、まあ僕は同郷ですけどもね、田川出身 の、うん、素晴らしいプレイヤー、それであとは国坂ブルースバンド、これウォッカの辻健志君と渡辺、はい、あ、辻浩二君と渡辺健志さん、ね、そうそうそう、ね、一緒になって一緒になって一緒になって辻の、ね、あとね、そのパーティーの部分ではね、アミタメのお二人ね、これはもう本当に豪華な ね、 ね、ショーとなりましょう、はい、なりましょう、ね、なんか文句な、ね、りましょうなんか文句がありましょうなりましょうみたいな、ということでね、お楽しみいただきたいと思います、松下さんの曲いきますか、じゃあ、じゃないよ、何、なんかリクエスト来てたよね、愛、これ、あ、愛、愛、愛さんさん、あ、やってみる、それ愛さんと、愛さんさん、これ美空ひばりさんのあれでしょうね、うん、2つしかないから歌えるの。え、いやいや、日本一歌えない歌手なんてやる気もないし。なんかありました。やる。あれ？あれ？やる気ない。歌詞カードがなんか。あ、そこ出してなかった。さっきの。うん。ないな。ないですか。うん、じゃあ先に言ってください。マコスさん。マコスさん先に。あれさっきあったよね。うん、あったけど、なくなったの、はい、やろうか、うん、どんな感じでやりますか、これ僕から入りますか、ちょっとこれ広げないとね、うん、愛さんさん、これは、ミキさんのリクエストでしたね、ミキさんです ね、 ね、お願いしましょう、落ちてわずかばかりの運の悪さを恨んだりして
しいものですね。松下としみが歌いました。ありがとうございました。ね、ひばりさんの歌っていうのは、うん、はい、あなたはその、まあ、そのデビュー前にね、まあ、何度も話しましたけども、そのひばりさんとついて、うん、まあ、全国をずっとスタッフとしてねやっていたわけですけど、はい、好きな歌っていうのはどういう歌があるんですか。好きな歌いっぱいあるだろうけどね。好きな歌というよりも、うん、なんかこの、まあ、代表的な歌はなんとなく子供ね心に知ってたけれども、うん、生の歌で全部覚えたって感じ、うん、なので1曲ずつこう、うん、ものすごい迫力だから、はいはい、好きというかなんかこう歌い倒されたっていうかなんていうの、すごい歌だなって全てがね一、うん、個ずつやっぱ違うので、ね、やっぱり舞台で見るとねすごく大きな感じがしますけど、うん、すごく小柄な、ね、方だったらしいよね。あ、でも車屋さんって好きかもしれない。ちょっとジャズなんでね、ツイングジャズみたいな、ね、かっこいいよね、うん、あれは。いや、小柄な方だったんですよね。ああ、そうか、ごめんなさい、今ね、もう話はねもういいですね、この噛み合わなさが噛み合わないね。じゃあずっと思い出からちょっと膨らませようかなと思って。あ、車屋さんね、車屋さんちょいとお待ちや車屋さんっていうの結構好きかもしれない。 あれも明るくていいよね。だって初めて聞いたからそういうの、ね、あ、そうなんだ。ね、ほんでね、小柄でした。149センチぐらい150センチないの、ね、でもはあ、みんなそうじゃない、あの当時の人、ね、すごく割とね、小柄な人が多いですよね、うん、テレビに映ってる人。なるほどね、うん、
まあ、いろいろ、隠れた名曲、まあ、たまに歌うね、チャルメラそば屋も、うん、あれもね、あんまりご存知ないですよね。あれはね、私はいる間に一度も聞いたこともなかったです。あ、その時もうすでに歌ってなかったんでね。昔、ちっちゃい頃の歌でしょ。そうでしょうね。あれ CD っていうか、レコードになってたんですかね。そうそう、亡くなってから随分ほら出てないやつが出るから、うんうん、世に出してなかったやつをね、亡くなった後に出してるっていうケースがあるので、うん、ちょっとは分かりませんけども ね歌ってなかったですね、ステージでは。やっぱりあれ、いろんな人が曲を作ってるじゃない。ね、まあ、その今の愛さんさんは小倉圭さん、ね、そう、私小倉圭さんのアルバムが一番好きですね。前も言いましたけど、あ、小倉圭さんだけを歌って、圭さんだけが作ったアルバムがあるんですよ、美空ひばりさんの。そうなんだ。そうなの、作詞作曲全部。あ、そう、うん、その一枚はね、あんまり取り上げられなかったのかな。でもあれが一番いいと思う、私は。すごい。小倉圭さんの歌っていうのはどちらかというとは男歌だよね、なんとなく。うん、でもそれはすごいね。それを、まあ、どういう歌でもね、ジャズでも何でも、そう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 、昔はね、すごくすごい人だから、まあ、耳で聴いてるっていうね、感じしますよね。ナッキンコールが好き。あ、その人の歌で覚えたみたいですよ、英語をね、英語、はあ、でも昔の英語って僕らも分かんない頃ってなんかこうニュアンスで、九州とか特に板付けっていう空港があってね、基地があって、FEN が流れてた極東放送がね、楽しみ、極東放送って言うとすごいよね、ファイスネットワークね、うん、極東放送、そうだけど、あ、まあ、フェンじゃないの、フェンとも言うよね。うん、俺なんかこう訳すのが昔から嫌いだったんだよね。今何でも訳すよね。FM ね。まあね。そういう懐かしい、だから、やっぱそういう風にこう、聞いた感じで覚えるというかね。うん、それはありましたよね、なんか昔。そうなかった。うん、なんか、間違えてたんだけど、なんか。あったあった。うん、エルトン・ジョンの Your Song って大好きな歌、うん、オロナインとかね、なんか聞こえたり、ね、オロナインで聞こえたとか、なんかその箇所がさ、エルトン・ジョン Your Song、オロナインは言ってないよ、じゃあそういう風に聞こえてみたり、あ、なんか空耳アワーじゃないけどね。いや、でもハウンドドクターこうあったじゃん、プレスリーの You're nothing but a hound、 それ何でしたっけ、みんながよく言うの、息の松原ハウンド、なんか誰、息の松原、長田海水浴場とか、そうなんだ。それは替え歌じゃないの。はい、失礼します。そういうね、こともね、もう雰囲気よ、雰囲気。ということでね、まこさんなんかあれしますか。ね、先週ね、歌ってないもん。まこさん、もうじゃあ石田君のやろうか。リクエスト。ね、ミキさんのじゃあリクエスト、今日のやりました。オンパレードじゃない。ね。うん。いつの間にか眠りについてたのさ、汚れたままで嘘吹いて生きてくのはもう無理になり始めたわよ、それしかできない俺だから、君は黙って聞いてくれた。悲しい時もほんの少し見させておくれ、たった一つの擦り切れた夢のかけらも、苦しい時も心配することなんてないさ、きっと二人同じ夢を見るから。いら立つ気持ち癒せもせず、そんな時はこのオルゴールの蓋を静かに開けるのさ。
笑えない今日の日にはばもう腐り始めたよ。そんなこと言い出したならば君は必死に微笑むのさ。悲しい時もほんの少し見させておくれ。たった一つの擦り切れた夢のかけらを嬉しい時も心配することなんてない。さきっと二人同じ夢を見るから、きっと二人同じ夢を見るから、きっと二人同じ夢を見るから。はい、イエーイ、はい、ありがとうございます。夢のかけら、ね、高橋真琴さんが歌いました、うん、はい、石田俊香さんのね、いい歌じゃないですか。いいですよこれ、じゃあね、僕続けてやろうかな、はいはい、あなたからの贈り物ってもうずいぶん歌ってない、もうほとんど忘れてたかもしれないこれミキさんあれよね、ちょっと間違えたらごめん。いや、そんな何いや、もう歌ってないのずっと、あ、いや、これ何これ借りていいですか。ちょっとやってみますか、はい、そうだね、たまに歌ってなくても全然忘れるよねこれね、歌詞とか覚えてないかもしれない。行きますか、松下さん。松下さん、うん、私が歌う、コーラスなんかあったよね、なんかこれありますね、適当に行きましょう適当長い坂道登ってきたのさ、二人並んでその手をつないで、生まれた日から沿ってきたのさ、季節は巡り時代は変わってく、歴史の中で技を磨いて今
はい、金尾芳郎あなたからの贈り物という歌をお届けしました、これちゃんとしたいね、これね。覚えてましたね。したいね。したいねってなんていうこと。なんだこれはね。今ちゃんとしてなかったな。ね。ね、あの本当にあのそうですね、あのまあ歌っていうのはあの自分の子供みたいなところがありましてですね、あのやっぱり出来のいい子もね悪い子もいるんですけども、まあそれぞれ可愛いもんですよね。うん、あの。ちょっと今鼻で笑わなかった松下さん、あ、ごめんなさい、ちょっと油断したら全部入ってましたね。マイク入ってんだからさ、鼻で鼻で違う、これだよね。相づちを打ったつもりですよ今のは。あ、そうですか、いいですね、今日も今日もこの噛み合わさ、噛み合わさないね、最高です。いや、もう一方ね、あの、ファックス来ております。これを僕の方からご紹介しましょうかね。これじゃないでしょう。あ、違いましたか。そちらにあります、ね。あ、そうですか。金尾芳郎さん投げ銭 FM オン中ということはですね、チャーリー佐藤さんからのファックスご紹介いたしましょう。皆様こんにちは。私事で恐縮ですが、昨晩ほう七公会を開催いたしましたって、これはあの七公会っていうね、墨田区のあの高校の会ですね。あの墨田高校だよね。墨田川じゃなかった。墨田川高校、墨田高校、墨田のね七公会というその会がある。僕もね、あの行ってね、一回ね、ご招待して、あの、あの歌ったことがあるんですよ。あのね、あのそれでね、残念にも主要メンバーが一人減ってしまいましたということでね、あのやっぱりだんだんやっぱりね、あの時代、そうですね、我々のね、あの年代、年代になりますとね、そういう悲しいこともありますよね。音楽魂にゲスト出演したこともあり、今週火曜日にいきなり行ってしまいました丸山船長、残念ながら彼を送る会となってしまいましたというね、本当に残念ですね。僕もね、フェイスブックでつながってて、あのタンカーの船長だっていうのね、で世界中を、まあその今日はペルシャ湾だとかっていう、で写真がね、構図が全部一緒なんだけども、その船長室から撮るから、でこう船体が、船体が、で、あと夕日だとか嵐だとか、いろんなところがね、もうね、僕楽しみにしてたんですよ。そう、本当に優しい。本当にね、残念ですね。送る会っていうことに、ね、なったということでね、これは昨晩の話ですね。残された家族から安らかに温かく見守ってほしいとの要望がありますと。今、天界に向けて登っていく彼に、ごめん、一曲お願いしますということでね、やはり日の当たる坂道でしょうかっていう、ことですね、はい、歌えるかな本当に残念ですね。日の当たる坂道行きますか、楽しく行こうかね、long time, whoa, oh, oh, oh.
はい、チャーリー佐藤さんのリクエストにお答えしました日の当たる坂道、丸山船長に ね、思って歌いました、ね、本当にご冥福をお祈りいたします。ね、松下さんもね、そうなんかね、私お誕生日をお祝いしてもらったんですよ。うん、あ、そうなんですか。そうだからもう一度ね、うん、お会いしたかったし、お誕生日を逆にこうねお祝い してあげたかったなと思って、うん、そうだから残念でならないですね。まあ、そうだよね。だからなんていうかな、ちょっとわからないよね、人の命っていうかね。でもやっぱりこうやって僕らね、大体 いい人がみんな先行っちゃうよね。そう、もう俺僕手なしみたいのがね。俺そんなに残ってもしょうがないんだけどさ。いやいやいや、なんか、うん、そうね、なんかね、見るからにね、人の良さそうな、本当にいいんだけどね。ね、うん、そうそう、あのがっちりした方で ね、うん、真子さんはお会いしたことなかった？なかった。わ、ないですね。ここのスタジオにね、あ、来たことがあるの？来たことありましたね。あるね、一回。そうそう、うん、船長って言ってね、ご紹介したことはありますけどもですね。ね、また会えるでしょう、うん、ね、ね、次の時代にきっと、まあ、次の時代多分まあね、うん、一度縁のある人っていうのは、うん、こうなんかめぐって、うん、あ、そうなの？っていうこともあると思います、私は。あ、そうなんだ、はい、そう思って生きています。そうだね、うん、やっぱりそういう悲しいこともありますが、僕らその人の分までね、一生懸命行きましょうか、ね、頑張って、ということで、ファックスはもうよろしくございましょうか。よろしくございましょうか。よろしくございましょうか。そうだね、うん、リクエストはないけど、うん、ライブ情報ってまたそれ、ライブ情報しましょうか。まあそれはもうあれですけど、誠さんなんかあれですか、ライブ情報なんかありましょうか。今日やりますよ、はい、今日も三軒茶屋の地元ですけど、ラジオデイズっていうところで、あのグリコとマコグリセッションっていうのをやって、それ面白そうだよね、うん、それであれでしょ、ゲストにケイコさん、ケイコウォーカーさん、ケイコウォーカーさんね、いいじゃないですかね。ゴージャス。どんな感じでやってんの？どんな感じかな。バンドですね。ああ、ドラムベース、ギター2人、もう1人いたいて。ラジオデイズってどこにあるんですか？三軒茶屋のね、うん、世田谷通りと神田の交差点のちょっとスタンチャーより、ライブハウスですね。なるほどね。いいですよ。なるほど。今日、ぜひね、何時ぐらいからでしょうか。今日何時かな？ 7 時半とか。7時半ぐらい。じゃないかな。頑張ってほしいと思います ね。グリコ君もこの間 ね、一緒に、来ていただいてね、よろしくお伝えください。素晴らしいドラマーですよね、うんうん、歌も結構うまいんだね。歌も歌いますよ、ね、うん、歌ったのはあんまり聞いたことなかったの。グリコさんが骨まで愛して歌ったっていうところから歌い始めたね。なぜかそうだそうだ、そういうことありましたよね。原点だった、うん、お久しぶりにあれ歌うかな。何まだ時間ある？誰？あるよ。マコさん。マコさんも歌えるし、カノさんも歌えるし。マコさんなんかやろうよ。歌う。じゃあこれまだね、途中なんだけどね。途中俺。島田辰巳さんっていう、うんうん、僕のライブをちょっと何回か企画してくれててね、うん、で今回そのご縁があって、うん、その翔平さんとか、うん、まあそのお客さんに来てくれた方が、うん、佐古大輔さんをご存知で、うんうん、それで今度ね佐古さんと、来年の1月に8日かな、南浦和に。うん、あのライブハウスで一緒にやることになり、うんうんうん、そんなこともあって、で彼がその島田君がね、詩を僕にくれたんですよ、うん、くれたのかな、どうなんだろう、これ曲つけてって言われて、うん、でちょっとやってみた。どんな感じですか？日を浴びてマイライフという曲なんですけど、これ詩をねちょっと歌いやすいんで少し自分で書いちゃったとこもあるんですけど、でもほとんど彼のママですけど、うん、朝日が窓越しに部屋に差し込む、暑い日も寒い日も時には雨音だけ響く、
今日の気分はどうだい？無理するなよ、マイペースでいいさ。My life 今の My life これからの Life is music Life is friends Thank you みんなにさ。夕日が窓越しに部屋に差し込む。寂しくもなるとき、時には時計の秒針だけ響く。今日の気分はどうだい？無理するなよ、マイペースでいいさ。 My life 今の My life これからの Life is music Life is friendsThank you, みんなにさ。Music smile 笑顔で見こうよ、日を浴びて楽しくね、優しくね。 Music smile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  っていう感じ。いいじゃないですか、いい感じ、うん、いい感じになりましたね、はい、ありがとうございます。僕もね、あの、大山空手って最高師範、大山空手最高師範曲を作ってるんですよ、ね、できた、うん、聞きたい、やった。それでね、あの、それはちょっとまだ本人に言ってないので、うん、発表できませんが、あ、今週ちょっと会うんで、うん、まあ、来日ね、あの USA 大山空手の方たちが来日して、その時はねちょっと仕上げてね、あのやりますけど、またお楽しみいただきたいと思います、はい、じゃあちょっと最後に、うん、あの Still I Love You やろうかな、はい、なんかね、あの初心に戻ってあのこれはシングルでね、あの柳葉敏郎君とかも歌ってくれてましたですね、はい、それやってみようかな、んか懐かしいんで、はい、あのね、いきますか、はい、こコーラスから入るかな。
街で見つけた今夜だけのパートナー。傷ついているのは君だけじゃない、虚しさだけを感じているのは俺だけじゃないはずさ。どこかで愛なくでスルーウェイ生きていけたなら笑いやティスも暮らせたなら夢なくでスルーウェイ生きていけたなら言葉はいらない。はい、金子氏の Still I Love You という曲で、あ、なんか拍手もいただきました。ありがとうございます。ということでね、お届けしました、はい、金子氏の音楽魂、いかがでしたでしょうか。今日もね、曲もたくさん、できましたでしょうかね、はい、またね、来週は一応また金、また金玉、本当、うん、ちょっと事情があって、事情は何の事情、一応金玉にしましょうね。あ、そうですか、ね、はい、ということでですね、また何があるか分からないこの生放送になりましょうが、なりましょう楽しい ね時間を過ごしていただきました、はい、今日はありがとうございます。高橋真子さん、ありがとうございました。松下としみさん、ありがとうございました。動画の聞き様、ありがとうございました。ということでね、来週お楽しみいただきたいと思います。お相手は金後郎でした。See you next time。 心が好きさ無口の山に見る季節は巡り色を変える街、 Ah, Riverside, my hometown。 今また生まれ変わるさ。日はお祭りがある、懐かしき友がいる、忘れかけてた思いが体に染み渡る。熱き心が好きさ